あのさ、マジで分かってないのがさ、誹謗中傷を受けたりとかさ、まあ俺なんかもそうだけどさ、アンチがいるっていうのはさ、その相手側だけが悪いわけじゃなくてさ、アンチをさ、生んじゃう原因とかさ、誹謗中傷を受ける原因って必ずあって、本人にも原因があるんだよ。何にもしてなかったら何にもないんだよ。でもそれを、自分は好き勝手やるけど、誹謗中傷されたらピー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 言うのはおかしな話で。ね。あの、ユタボンとか、ユタボンパパとか、あの辺も全部そうなんだけどさ、すぐさ、訴えるとかどうのこうのって言うじゃん。だってユタボンなんか日本全国一周とか言うけど、結局したのは金の話しかしてねえじゃん。日本一周したから何なのかわかんないけどさ、いや、そもそもさ、なんかさ、義務教育も途中で逃げ出したようなやつがさ、全国を見て何がわかんのよ。何を勉強すんだよ。何がわかんだよ。観光地の看板も読めねえだろうがよ。観光地行って歴史聞いて何を学ぶんだよ。観光地行って歴史聞いて学ぶぐらいだったらなんで学校行って学んでねえんだよ。そういうとこなんだよね、マジで。なんか全国回って何すんだよ。別にさ、金がなくなって車動かせねえなら歩いて行けよ。チャリでも乗れよ。いくらでも方法あるだろ、わけんだから。そういうのをやらないで車じゃなきゃいけない理由ってなんだよ。それはおめえが勝手に決めただけだろよ、車で回るってよ。なあ、だったらちゃんとさ、お金だって使い方考えてやれよ。足らなくなったらくれじゃねえだろうがよ。自分の稼いだ金で全国回るからこそ意味があるんじゃないの？クラウドファンディングで自分全国回りたいですって言って人から金もらって車作って回る全国の一周に何の価値があるの？だからそんなんだから足りなくなったらくれって言うんでしょ？そういうありがたみも感じてないから。全国一周とか何も感じてないから足りなくなったらくれっていう発想になるんだよ。ねえ、そういうとこなんだよ。自分は好きかって言うけど、自分が好きかって言われたらさ、訴えるって見ずにゃんかよ。やばいよ、脳みそ。自分はツイッターでアンチとかめっちゃ攻撃してボロカス言うのに、アンチが言い返してきたら訴えますってさ、イカれてんのかよ、マジで。おめえも言うなよ、じゃあ。じゃあ一切ツイッターとか SNS でアンチを煽るなよ。反応すんなよ、じゃあ。自分はさ、猿どもとかさ、バカーとか言いながらさ、自分が言われたらすぐ裁判なんだろ？誹謗中傷ってのは自分が何もやってないのに、一方的見ず知らずの人にめちゃめちゃ言われたりすることだよ。自分も言ってたら一緒だよ、言い返してたら。それただの喧嘩だよ。自分は言ってんじゃん。自分も言ってんじゃん。なのに言われたら訴えるだからね。だからアンチ湧くよ、そりゃ。結局さ、全国回ってさ、一番バズったのが金がない話じゃん。お前の全国なんかそれだけじゃん。ねえ、何やったかも誰もわかんない。どこ行ったかもわかんない。何人がとつきたかもわかんない。誰も興味ないから知らない。結局金が足りなくなって再度金くれって言ったことだけがニュースになってるわけじゃないですか、なんなら。結局そこしかさ、みんな興味ないわけじゃん。そういうやつなわけじゃん。だからずっとヘズマと一緒だよ。ヘズマと同じやり方でしかバズれないんだよ。残り数件だったらチャリでやりゃいいじゃん。その方がリアルじゃん。金なくなったんで車使えなくなりました。ここからチャリンコでやります。みたいな。毎日 GPS つけますんで、今ここつけるんで、ファンの方よかったら声かけてください。一生懸命残りチャリで頑張りますとか言ってさ、ステディー号っていうさ、上りかなんかさ、チャリの、後部座席のところにさ、つけてやりゃいいじゃないの、そんで。その方が頑張ったなと思うじゃん。ね。さらにそこでお金をもらうんじゃなくて、残りのお金で何とかやってみせますって言って。だってさ、300万ぐらいかけて作った車で車中泊もしてないんでしょ？なんか窓もついてなくて空気も入れ替えられないから、なんか車中泊してないとか書かれてたけど、結局ホテル泊まってたわけでしょ？だったら別に普通の車でよかったじゃん。ねえ、ホテル泊しながら全国回るんだったら。300万もかけたんだったらずっと車で寝泊まりするとか思うよね。そのための車かなと思うじゃんね。だったらなんであんな車にしたのかわかんないしね。そもそもさ、知識の教養もないさ、義務教育途中で逃げ出してるガキがさ、全国回ることに誰も興味ねえわ。お金が集まったからみんなが興味持ってくれと思ったら大間違いで、そんなのごくごく一部で、お金出してる人なんて。出してない人が99%なわけじゃないですか。お茶爆祭りで言うんだったら、お茶爆投げる人は1割程度で、残りの人は投げないんですよ。そんなもんなんですよ。でもお茶爆集まったからみんなが応援してくれてる企画なんだっていうようなもんだよ。別に応援するってことは、企画を応援するってお金ばっかりじゃないじゃん。見ることだってあるわけじゃないですか。なんかさ、クラウドファンディングで金集まったからを勘違いしてるよな。
だから何って感じだけどね。うん、一部のバカな大人がユタボンにさ支援しただけじゃん。だって少なくともユタボンより俺の方が47都道府県知ってるよ。うん、よくさ子供たちに勇気や元気を与えるとかどうのこうのを言ってるけど、君が YouTuber をやり続けることより君が改心をして学校に行ってちゃんとした大人になる方が勇気与えると思うよ。ああ一時期 YouTube で YouTuber としてやってたけど人生ちゃんと見つめるわって言ってちゃんとした方向に行く方が学校に行かない子供たちとかに勇気を与えると思いますけどね。 YouTuber をやり続けることより絶対そっちの方が勇気与えるよ。てかそもそも少年革命家って言ってるけど少年だから革命家で YouTuber やれてるけど、あんたさあと5年後ぐらい何してんのよ。もうただの大人になっておっさんになってたら痛いやつだぜ。小学生だから少年革命家って言っても可愛いねって言って応援してくれる人がいるだけで、中学高校になったらただのニートやん。学校行きたくないニートやん。うん、いや気持ち悪いよそんなの。いくらでもいるし。革命家って名前つけながらクラウドファンディングやって金集めて足りなくなって小じきやってるだけやん。何を革命してんだよ。意味わかんねえよ。だってさ、そりゃそうだよ。学校行ってないから知識も教養もないから時事問題の話もできないし、そもそも学校行ってないやつの時事問題なんか誰も聞きたかねえし。そうやん。なんだかんだ学歴社会のところもありますからね、この日本はね。その点俺は親に感謝だよ。大学まで入れてもらってさ。まあその後大学院中退したけど、まあその肩書きってのはやっぱ多少はやっぱ役に立ってるからね。それでさヤフーニュース話せばさ、やっぱ聞き手はちょっと違うからさ。例えば俺がさ中卒でヤフーニュースを喋るのとさ院中退で喋るのじゃちょっと違うじゃん。やっぱ聞く人にとってはね。まあもちろんそんなんで差別とかはしちゃいけないけど、うん、って考えるとさ、学校途中で行くの嫌だ、YouTuber になりたいって言ってさ、義務教育逃げ散らかしたさ、そんなガキがさ、世の中の社会のこと喋ったって誰も耳傾けねえしさ、うん、何もできなくなるよ、そんなの。何にも。うん。YouTube なくなったらどうすんだよって話だしさ、YouTube の収益切れたらどうすんだよ。親もそうだしさ、何考えてんだよ。噛みついてたひろゆきの言う通り、生ポに頼るのかな。さあ、わかんない。まあ別にどうでもいいけど、でも魅力は落ちてくよね。小学生だから面白いじゃん。小学生でさ、学校行くのやめてさ、YouTuber やるやつなんかいないから物珍しいし見るけどさ、中学高校になってったらさ、その年齢になってったらいくらでもいるからね。高校中退、中学中退、引きこもりなんかいくらでもいる。そんなやつの YouTube なんか見てえと思わねえ、そんな。レア感もなくなるもん。ね、顔も大人になってく、体も大人になってく。ただのニコ生主やん。ほんなのニコ生にいっぱいおるやん、そんなの。ヘズマリュウの元迷惑 YouTuber と一緒だよ。今ただの人やんっていう。迷惑できなくなったらヘズマじゃないじゃん、うん、迷惑なことをするからヘズマリュウなのに、迷惑なことをやめたらただのデブだからね。だからああいうユタボンとかヘズマリュウみたいなタイプってのはもう人に寄生していくしかないよ。うん、ずーっとそう寄生するしかないわね、この先も。やっぱね、まあ俺もそういうところあるから、まあ自分にも言い聞かせながら喋りますけど、やっぱある程度ちゃんと学校行って社会知った方がいいよ。じゃないと自分にとってなんだろうな、その慢性な意見しか取り入れなくなるんだよね。やっぱある程度社会知ってる人間って社会って揉まれるし、いいことばっかじゃなくて悪いこともあるから、自分に対してイエスな意見もノーな意見も見ることができるんだけど、学校も行かない、会社も行かない、仕事もしないみたいなやつがネットやると、自分に都合のいい意見だけを集めてしまって、自分に都合が悪いやつは全部アンチだみたいな風になっちゃって、余計荒れるから、まあ、それが出てるじゃん、ユタボンって。思いっきり。うん。だから自分にとって都合のいいことでしか生きてきてないから、都合の悪いことを全部やめてきてるじゃん。学校もやめた。それを学校が嫌だったからやめたのを、やりたいことをやるために YouTube やったって都合よく言い換えてやってるわけであって、そう、小学校の学校すらも逃げてるわけよ。そっから逃げてるわけよ。だからもちろん配信とかあの動画でもそうだよ。自分にとって都合のいいのしか受け入れないよね。それはやはり社会経験とかのなさから来て、だから俺もやっぱりね、社会経験ないからそういう節あるもん。自分で分かってるもん。途中でやめてるからね。途中でやめてニコ生でうまくいったから、それでずーっとうまく来ちゃってるから、ここまでイージーモードで来てるから、やっぱ自分にとって都合のいいのをこう求めるし取っちゃう癖があるもんね。
うん、自分に対してネガティブだとか批判的なものを受け入れない習性になっちゃってるから、うん、まあそれがまだ子供のうちは可愛いけど大人になったらただのこじらせ豚やん、うん、沖縄のこじらせクソ野郎になるだけだからね。ユダボの将来はのりちゃん多分そうだよ、うん、だけど無理だよ。なんでかっていうと俺になるまで長すぎる。20年以上やんなきゃいけないから多分無理。俺は23歳からやったから今もやれてるけど、ユダボの年齢と俺の年齢差し引いた分をやらなきゃいけないから多分やれないよ。そんな長くやれないよ。絶対無理。だって生きてきて YouTube しかやってない人間に何の魅力があんの？ないでしょ。いろんなことをやって YouTube やったやつは面白いんだよ。例えば社会に出てこんな仕事しました、こんな特殊な仕事しました、こんな人生経験ありましたみたいなやつが YouTuber になったら面白いのに、 YouTube しかやってない人間が何がおもろいのよ。何にもおもろないよ。だってヒカキンだってなんで YouTube で当たったんだよねえ。え？ニコ生で苦い思いしたからでしょ。何クソーっつってニコ生ではヒカキン受けなかったから、まあいてもランキング12位とかそれぐらいにいて1位なんかなかなかいなかった。そうニコニコで長いことね、苦い思いをずっとしてきたから YouTube でバズったってのがあるからな。そんなユタボンが何の苦い思いしたんだよ。苦い思いしたことないからお金なくなったらくれっていうことになるんでしょ。自分でクラウドファンディングして、クラウドファンディングで定めた金額よりも大きなお金があったのにもかかわらず使い切っちゃって、何も無計画でやってさ、使い切っちゃって足りなくて人からよこせってなるんだよ。これはもう答え出てるから、うん、甘い生活しかしてないからそうなるんだよ。足りなくなったら人がくれるだろうみたいな。で気持ち悪いのはさ、やっぱりさ、支援者までも同じようなやついるよね。うん。支援者までもツイッターでバトってるよね。そういえばタッキーにさ、DM 送ったんだけど帰ってこなかった。なんかタッキーがさ、アカウント作ったんだよ、ツイッターの。まあ、元ジャニーズの副社長でさ、やめたじゃん。そう、タッキーねえ、タッキーこっちを向いてよ、タッキーって言って送ったんだけど、帰ってこない。今のところ。うん、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。